どうも、奈良込みのタカとポンちゃんです。今回はちょっと特殊な焼肉屋さんに行きたいと思います。ほう、特殊って何？こちらね、2023年1月15日にオープンした焼肉屋さんやねんけども、なんと原価でお肉が食べられる焼肉屋さんらしい。原価？すごいな。原価やで。安いってこと？まあそういうことやんな。まあ、実際どういった感じのお店なのかとか、システム的な部分もわからへんから、行ってみてね、調査したいなと思います。奈良込みは奈良県グルメを中心に紹介させていただいているチャンネルですので、ぜひチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします。というところで早速行ってみましょう。レッツゴー。はい、てなわけでこちら奈良県天理市、天理商店街の中にある原価焼肉肉えもんさんの方に来ましたと。このところにお店できてたよね。そうなんですよ、まさかですよね。知らんかったわ。目の前にラーメン屋さんとかもあんねんな。ね、本通り入ってすぐやんね、割と。そうそうそう。でこちらのお店の営業時間が17時から22時になってます。土日祝に関しては11時から14時もやっているというところです。定休日は火曜日になってます。今回平日なんですけども、撮影ということでちょっとお昼の時間帯で特別に開けていただいてますと。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら駐車場なんですけども、お店の横側に3台停める駐車場があります。でこちら正面には500円のパーキングなんかもあるので、埋まってたらそっちに停めてもらえたらなと思います。駅前もね、90分無料の駐車場あるんで。そやな、もうそろそろ時間なんで、じゃあ早速行きましょうか。行きましょう。めっちゃお腹すく匂いしてるな。原価焼肉ってどんなあれだよ。ちょっと行ってみるわな。あ、すいません。あ、こんにちは。ちょっと簡単になんですけど、その原価焼肉とはっていうところのちょっと説明だけちょっといただきたいのと、お店のこだわりとか、ここ売りにしてますよみたいな部分もちょっと教えてもらえたらなっていうのは思います。料金のシステムは入場料っていうのを支払っていただいたら、お店の原価でお肉とかお料理が食べれるっていうスタイルです。で、それを嫌っていう人もらえるので、通常料金でもやってるんですけども、3品ぐらい頼んでいただいたら、大体もう元は取れるといいますか。入場料もオープン当初1500円の消費税だったんですけど、今は860円の消費税にも下げさせていただいて、いろんなお客さんに楽しんでもらうというか、焼肉ってなんか高級志向といいますか、特別な時に来るようなイメージあると思うんですけど、できるだけ日常的に焼肉食べたいなと思った時に気軽に来れるようなお店になったらなっていう思いで、このお店ちょっと作ったっていう経緯があります。そうなんですね。お肉とかにもこだわられたりとかされてるんですか？気軽に食べれるものは外産のお肉とか使ってるんですけども、いいものを食べたいとお客さんもおられるので、 A5 ランクのメス牛使ったりとか選べるような形ではさせていただいてます。で、幅広くどういった方でもこう使い勝手の良いお店っていうところで、一人でもなんか楽しめるような焼肉屋さんなんですか？カウンターのお席あるんですけども、一人でも気軽に来れるような、女性でも一人で焼肉食べたいなと思った時に、来れるようなお店作りはさせていただいてます。いいな、それな。これが気になったんですけど、もうセルフレジなんですか？セルフレジ でオペレーションを良くして、人件費とかを極力削ることによって、お値段も安く提供できるっていう部分で、そういうシステムを入れたという感じですね。あ、なるほど。入場料を払うパターンでいくとさ、消費税込みで946円ってとこやと思うんですけど、言っちゃえばもうそこで利益取ってるだけですもんね、お店自体は。ベースはそうですね。お酒とかはちょっとお値段いただいてるんですけど、でも他のって言ったら比べたらあれなんですけど、安い値段でハイボールとか320円とかでも見るようになってますんで、そこでお得感も感じてもらえるかなっていう感じですね。お肉だけ食べに来て、で飲み物はもうお冷やでみたいな感じでも全然 OK です。集中は、入場料払えば全体的にはお得には食べられるというね。ちょっとお店が心配になるあれやけど、そうやな。こっちがお得すぎて。大丈夫ですか？皆さん来ていただいたら。あ、なるほど。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、っていうところでこちらお店の方にやってきたんですけども、すごいまずびっくりしたのが、まず店内広いんやけども、一人用のこのカウンター席っていうかな、そちらの方の焼肉と大人数でね楽しめるこの場所がまず違うんやな。ね。右と左に分かれてて、左行ったらカウンターで、右行ったらテーブルとか座敷のお席があるという、一人焼肉楽しめるお店、しかも、ほぼ個室みたいな席も用意してくれてるし、全部掘り掘ったやつやね、こっちは。キッズルームみたいなのもあるからさ、子供連れもウェルカムのお店だと思うしさ、ね、子供椅子とテレビと、あとトイレにね、ベビーベッド置いてあって、そう、トイレも2つあるから、すごい。確かこの無煙ロースターにしな。あ、そう、埋め込み式やからね、テーブルも広々してて、カウンターの方もね、埋め込み式でしたね。そうやな。
本当に気軽に行けるなっていうのを思います。でこちら先ほどもちらっとお伝えしたように最初に入場料払って楽しむ限界焼肉と通常料金で楽しめるあのプランというのがこれ2通りあるんですね。まず入り口入ってもらったら店員さんにどちらのプランにするかっていうのをお伝えくださいと。で通常プランやったら通常プラン用のタブレットもらえます。限界やったら限界用のタブレットもらえます。今回こちら2通りのねタブレットもらってまして、通常の方に関しては定食があります。限界を選ぶと定食はないのでその点はお気をつけくださいと。メニューを見ていきましょうか、はい、こちらが入場料払う必要がないその通常の料金になってます。で定食です。こちらデラックス定食とかダブルコンボ定食とか、まずこちら6種類の定食がそれぞれありますね。グラム数もね 180g とか 200g とか結構お肉ボリューム満点で楽しめる感じやんな。ね、お昼も夜も頼めるねんな。そうでこちら定食2ってのもあるわ。こういった形でまだありましたと。全12種類あるんや、すごいな。気軽に一人で来た時とかだったらこれいいかもしれへんな。そうやな、これで完結するもんな、うん、次原価の方を見ていきましょう。まずこちら上ハラミが830円とか安いな。まず上で上タン860円だ。こんなん1000円は全部超えてるで、どこのお店も。そうやな、うん、通常では上ハラミ1280円って書いてるわ。あ、そうなんや。じゃあ400円ぐらい得なんやな、大体ね。もうほんのに 3,4 品食べたら元取れちゃうよっていうとかな、その部分ではな。確かに。でこちらまかないハラミとかはな、差しないけど390円とかありますし、見てこれ黒毛和牛っていう欄がある。ほら和牛やで、和牛が全部この1000円以下で500円台とかあるし、これ数量限定で400円とかあるね、これ。そうなんや。こっちはだいたい1000円から1400円ぐらいの幅。うんうん、なるほどね。で他にもこういったホルモンとかもあるし、豚、鶏で輸入肉、中落ちカルビ190円。400円、通常。いや、それでも安いけどな、うん、でこういったあのセットもあります。まかないセットとかホルモン3種とかほぼ1000円切ってるし、この下のやつで上セットで2180円やからな。あ、そうなんや。やばいな、上セット3680円。もうそれ一つ頼むだけで、ね、でこういった網交換とかこういったサービスなんかは全部無料でできますよって、ね、薬味をこうやってありますと。こちらハッピーアワーというのがあって17時から19時こちらの時間帯はお得にね、こういったメガハイボールとかメガレモンサワーなんかが楽しめると。定価は780円そんな違う ねでこちらお肉以外のフードですね、めちゃくちゃメニュー豊富やな。2位もあるんやな、こうやってもう100円台やもんな。でこういった形でユッケとかあるやん、ご飯もの肉寿司がある、すごいな。一貫ね、で霜降りの方もあるしな。うまいな。でスープとかあとデザートもあるし安いな。でアルコールドリンクもあると。生一番搾り360円は安いな。そっちは500円。あー、やっぱ違うよな、ね、サワー系あるし2ページ目もあるし、で焼酎酒ワインでその他は隅の子とかや。ソフトドリンクはオレンジス180円やけど、そっちは300円。おー、安いやな、やっぱり、ね、2ページ目もストロー0円で、お子様セット390円、580円。おー、これお子様にも原価かかるの。小学生は430円で未就学は無料やね。めっちゃいいやん。でいっぱい、まあ、だからある程度いっぱいお肉頼む人は絶対原価の方がええってことやな。そうやね。まあ、今回はちょっと僕たち特別にねどちらの商品もいただきます。ただこちらに関してはね普段はできないんでその点ご注意くださいね。またおすすめ持ってきてもらえるんでね、その時間もちょっと待ちましょう。はい、ならこみいただきます。じゃあまずはデラックス定食の方からいただきます。 120g120g120g 120g 1000円やね、これね。豚タン、豚タン中落ちカルビと豚バラです。ご飯、スープ、サラダがついてます。じゃあ焼いちゃってください。めっちゃ美味しそうやな。いきます。はい、久しぶりに食べるわ。でもピータン、まずはこのピータンやな、ね、豚タン食べていこう。これでもさ冷静にまあシェアして食べようとしてるけどさ、うん、一人前やんか。そうやな、結構量あるぞ。そう考えたら、そうやね、うん、この独特なこの歯ごたえというか、うん、これ美味しいな。美味しい、ヘルシーやね。じゃあちょっと次焼いていこうぜ。どん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 、ほらごっついぞ。
感じで脂乗ってんな。火力強いな。これで火力強めたり弱めたりできんねんな、ね、最新やな。中落ち火力からいこうか、はい、タレでいただきます。うん、うん、うまいな、うん、しっかり脂身もあるしな、うん、食べ応え抜群やな。このタレは結構ね、ガツンとくる。じゃあぶっちゃけタレとご飯だけでまあいける酒が進むやつやん。そやな、ちょっと豚バラの方さ、このちょっと何やろこれ、お酢なんかな、だからこれちょっとつけてみて。なんなのこれ、すごいさっぱりしてる。洗いだれみたいな感じの、ちょっとホルモンとかでいいかもしれんな。やっぱ豚バラも相性いいんちゃう。美味しい。塩コショウね、味が結構効いてるから。そやな、中落ちカルビうまいな。これ190円、おかしいね。だよ、4人とかで来た時に、だからその難しいのが4人とも入場料かかるわけやんか。でそこからだからその1人当たりの計算でいけば全然元取れるんや、おそらく。じゃあその4人当たりってなった時に全然食べへん人とかがおった時はどうなんかっていうことやな。人数で考えるんじゃなくて、その人一人一人がどれだけ食べるかを考えるべきやな。高みネギ塩。どうやってやってますか。こうネギを寄せていただいて、はい、でこう刺します。おお。で刺をポンと置いて、でこうゆっくり返していただいて、こう片面焼きでいいんで、あ、そう。こっちの中は焼かなくて、寄せをしたら。こんだけ大きいからボリュームがすごい。ごま油の風味がめちゃくちゃ合うし、うん、豚も柔らかいな、うんうん、ありがとうございます。いただきます。最高です。はい、一つ目は上カレー、上ロースですね。はい、ネギがまた甘いな、これ、うん、ちゃんとネギのシャキシャキっとしてて、ネギの甘さとすごいボリュームあんねんな、これな、チョロス。ちょっと場所変わる。回転アミがなんか交換しやすいな。怖い。上カルビの方からいただきます。うん。うん。米が進む。舌触りやっぱ優しいな。うん、この油の溶け方というか。うん。さすが黒毛和牛って感じやな。これはな。おいしい。厚みは結構あるよね。そうだ。食べ応えもすごい抜群。ロースいただきますわ。うん。ロースはもうほんまに噛まんでも結構その舌の上だけでジュワッとくる感じあるわ。うん、ご飯欲しい。ご飯が必要やこれ。結構あの油が感じられるから。うん。油は美味しい、それは。うん。なんかいろんなほんまにレンジ幅広いお肉。そうそうそう、お肉の幅が広いな。うん。わかるわかる。ものから。そうそうそう。ちょっとええやつから。他にもな、まだホルモンとかこの店あるし。いろいろあるからな。一品とかもな、いっぱいあるし。ちょ、生もんもあったやろ。うん。3世代揃って楽しめる焼肉屋さんやな。ね。どうしたん。前回ってご飯50円。そうなん。え？安っ。驚くべき値段のやつも多いな。確かにね。衝撃的や。ごちそうさまでした。美味しかったな。めっちゃ美味しかったね。あれやな。まあ思ったこととかはまた後ほどお伝えさせていただきますけども、みんなで来やすい焼肉屋さんでした。最高。
食べ終わった後、はい、お支払いとかはどういった形で？タブレットにお会計ボタンがあるんですけど、うん、それピッと押したらこっちでピコピコンってなるんですよ。はい、で、はーいって僕らが言って、でここからお会計表がピューって出て僕ら出してお会計するんですけど、それを持っていただいて、こういう場合、ああ普通の、はい、なるほどなるほど、ピッてやってもらったらお支払い方法の選択してください。ここで、でカードももちろんいけますし、お会計してもらう。わかりました、はい、ありがとうございます。ご丁寧に。はい、というわけで限界焼肉肉右衛門さんの方で焼肉いただいたんですけども、うまかったっすね、絶品というところでね。本当にこちらのお店さ、ちょっと独特な方式で他にはないシステムやったよな。ね、斬新やったね。そうやんな、僕たちがちょっと感じたことをね簡単にお伝えさせていただくんですけども、やっぱその一つね、この原価っていうところがあるから、ちょっとお値段を気にしてしまうっていうところだけちょっとあれやなと思ったんやけどもどっちが得なんやろうというところで思ったのが、人数で考えてもらうというよりはその人それぞれがどれだけの量を食べるのかっていうところを意識してもらう方がいいん違うかなっていうのは思いました、ね、ちなみに今回僕たちね、原価もあと通常も両方いただいたんですけどね、定食の方ね、全部原価やった場合の計算をしたんですよね、どれだけお得かって。通常と今回の量ですら2人で行って原価の方がお得やったんですよね。だから正直この量やったら全然まだまだ物足らなさあると思うんで、そうやね、これ以上食べられる方は原価にしてもらう方がいいん違うかなと思いますね。だから本当にね、いっぱい食べられる方とかいっぱい飲まれる方がいらっしゃる場合は絶対原価の方がいいっていうところ。でそれは人数に応じてまた変わってくる部分あるから、どれだけそのグループで食べるのかっていうところを考えてもらえたらなと思います。ただお肉の質も本当に風強っやば本当に楽しみ方いろいろなんでね、ぜひ皆さん来てもらえたらなと思います。奈良コミはね、奈良県グルメを中心に魅力を紹介しているチャンネルですので、ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。あと他にもいろいろ SNS 等をやってますので、フォローの方をどしどしお待ちしております。限界焼肉肉右衛門さん、撮影の方をご協力いただきありがとうございました。また行きたいなと思いましたというところで、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。